スタートえー監督太田です、えー、立憲民主党がなぜ、えー、前の選挙で、えー、数を減らしたかった話は以前にしましたけれどもまあでもそのことで、えー、代表が辞めてこれはね結構よくなってくるぞっていうふうな、えー、当時期待をし予感がし。 でまあね、いい議員さん、思いのある議員さんたくさんいますからね、よし、これからだ。でこれで、えー、令和と手をつないで、えー、頑張っていくぞってね、共産党の連携もあるしって思、うん、ってね、いたんですけれども、なんかあれから予想外なね、展開になってきて、えー、何考えてんのというね、えー、感じがしてるので、ちょっとその辺をねあの、ちょっと整理して考えてみますね。 でそもそもやっぱりあの立憲の一番の問題は何だったかって言ったらやっぱり代表の枝野さんだったと思うんですね。であの優秀不断な,なんかやる気あるのかないんだか分からないような感じで。 で、僕もずっと、まあ、あの、ね、まあ、有名なセリフの方ですよね、あの、た、えー、ちに健康被害はありませんっていうね、もうすごくなんか弁護士的な上手な、ね、後で批判されないような計算をしたセリフを言っていて、で、最初一見、あ、大丈夫なんだと思ってたらね、直ちにっていうことは後であるかもしれないよって言ってるわけですから。 みたいなところがあるんでね。うーん、うさんくさいけど。でも、時々いいことは言ったりするんですよね。あの、再稼働の時も、あの、そんなね、簡単に行くと思うな、みたいなことを厳しく言ったこともあって、よくわかんないな、とか思ってたんですけれども。まあ、あの、立憲を、まあ、立ち上げたところがあって、まあ、あの頃もちょっと、よし、頑張れって形で皆さん応援して伸びましたよね。ただ、やっぱりその後もまたよくわからない。 たにある番組で枝野さんをよく知っているという方が、えー、コメンテーターが出ていて言ってたのは、まあ、枝野さんというのは、えー、野党第一党の党首でいたい人政権を取りたいとは思っていないで何かといったら野党第一党の党首で自民党を批判している与党を批判している方が長く政治家ができるでまあ与党になるといろ,いろ責任があるし批判されますよねでも野党っていうのは、まあ、ひたすら、えー 批判するのがまずお仕事ですから、批判していて、そうすると批判をしている限り、えー、皆さんに応援してもらえる票が取れる、政治家が長くできる、うん、でいて、えー、自分たち責任を持って何かを実現しなくてもいいんですよ。それは与党の責任です。だからそれを批判すればいいっていう。で、えー、変に与党になっちゃったらいろいろ責任を持って攻撃される、あいつはダメだっていうことになってしまうという思いがある人で、だからあの決して勝ってはいけない。 あの政権をねいくら言ったとしても奪取する政権を、えー、交代させようっていう風な思いは持ってない人ですよってその人言っててああなるほどなそれだったら意味が分かるなっていうだ決してね悪人とかねもういろんな利権をつかんで金を儲けてやろうという方ではないと思うんですでもあのいいこと言うことは積極的でないで選挙の前の時も、えー、ね共産や令和やえっ、ー、と 連携してやりながら、えー、単独で政権が取,ったあの取れることが目標だと言って「いやだったら連携するなよ」っていうねいうことで自分たちが政権取れないように取れないように自分で首絞めてるようなことを言ってるんですよね反,反発を買うようなことばっかりっていうのはで連合が、えー、共産党の付き合いはとかって言われた時に「いやいやもう連合さんにはご迷惑かけません」とか言って。 であの共産党は手を切れみたいなことは新しい会長は言ってるわけですよねだからそれに対して反発もしないし「いやいや我々は共産党頑張っていきます」とは言わないでっていうだからそこから見ていったらやっぱり勝ちたくないんだろうなっていうのがあったんですよだからこれででも変に1議席でも増えていたら「いやいや私たち我々ちの努力で1議席増えました」って言って続けたんだろうけれども実席数下がったんでよしこれはまあある意味 OK だと思って。 でして、まあ、最初に続けるとか言ってたんですけどまあもう批判ここで、まあ、最終的に辞任しましたね。よしと思ったんですけれども次にこの候補に上がってきた人たちのまあなんていうの、あのーえー、演説見たり話聞いたりするとねなんかみんな似たり寄ったり誰があっても一緒じゃないかなっていう。で多くが、えー、共産との連携を見直しって言ってるんですよね。 じゃあそれ何かって言ったら結局この次の,何あの党首となる代表となる人たちも連合との関係をやっぱ大切にしていきたいっていう思いがあるってことですよね。ででも今回のことをよくよく考えてみたらこれこれまあ前回解説しましたけれども共産と連携したからこそあの程度の負けで済んだんですよ。でそれを共産と連携したから、 勝てなかったっていう考え方がま,まず間違ってるっていうところが個ありますよねそれともう一つ今度はあの立憲以外のところから、えー、共産党の連携は失敗だったっていうふうなことを言ってる人がいますよねでそれ敵対する勢力なわけですよねでその敵対する勢力がそれは失敗だったんだって言ってるってことは成功だったんですよ もう,もう次の時にまた握手して一緒にやってほしくないから失敗だって言って、えー、世論を盛り上げてあのそれを解消させようとするための、まあ、プロパガンダなんですよ。だから直後のね新聞とか読んでると立憲内からも共産党の関係を見直すべきだって声がかかってると書いてるけどいや誰が言ったとは書いてないんですよ、まあ、それもプロパガンダなんですよ。 つまり、外部が言うだけではなく、内部からもそういう声が上がってますよっていうふうにして、えー、それを読んだ共産の、例えば、共産で、いや、あの、立憲の議員さんが、えそうなの、うちにもそういうやついるんだ、いややっぱこれやめた方がいいのかな、みたいなふうな、まあ、誘導させるための、えー、記事なんですよ。で、そういうのがね、ポツポツとあっちこっち出て、あっちこちからそう声が聞こえてきて、で、うん、これはやっぱりね、聞いたんだな、やばいと思ったな。だから実際、自民減ってますよね。 で立憲も減ってますよねだから自民が圧勝して立憲だけが減ったんであれば分かるんですよ。あの共産党の連携は意味がなかった。でもそうじゃなくて自民も減ってる。で大物がね2人持ちですよね。あのえー、小説家の息子と,、えー、となんかあのすぐに病院に入院しちゃう、ね、あの上の白じさんと。というのはねこれは大きいじゃないですか。だからつまり民意としてはやっぱああいう 大幹部的なあの人たちもうね与党の問題の、えー、やっぱり推進をしていたような人たちがやっぱり信用できながら入れないっていう民意がもう出てるんですよねだからだからこそその受け皿となるこの人たちにお願いしたいもうね今の与党はダメだっていう,いう風うな民意は実はあったんですよでそれを受け止めてる器をお皿に立憲はなりきれなかったんですよだから減ったじゃあその民意はどこに行ったかも ね、自民、ばあやっぱり自民でなくちゃいっないっていう人って一部しかいないんですよ。そうじゃない人たちは、えー、その票を本当に立憲入れたかったのに、ね、破竹問題、東京破竹問題とかで、もう代表なのに、本当情けないようなね、えー、僕は吉田君に国会で活躍してほしいと思って,って、いや、なあなたがあの、あなたの党が山本太郎さんに、えー、出てくれって言って、あの、な,なんだっけ、うん。 共闘の候補として出てくれって言ってそれでそれ話が決まっていた本人にも伝えたにもかかわらず揉めた時に、えー、僕が吉田君がっていうねあんた代表でしょっていうのを見ていてやっぱり情けないなこの人そこはいやあのどちらもすいませんでした私がもう一回調整しますからね、えー、ちょっととりあえずまああのー、お待ちくださいみたいなことを言って、あのーね、吉田さんにも太郎さんにも。 そういういにに説明して世間にもねあの私の不得する、ね、自分が担当しなかったとしても代表なのか言わなきゃいけないいて僕は国会で晴海さんにとか言ってね何言ってんだってやっぱ見てて情けないあの信頼できないところがあるだからその,民営その与党に行かなかったとが維新に行っちゃったんですよ 維新のことよく分かってない人たちもたくさんいますからでやっぱり同じ野党でもね維新の方がね異性がいいしなんか頑張ってる感じがするからね、えー、なんか大阪で頑張ってるようだしってことで、えー、出てガーッと増えたっていういうのがこれ多分その背景ですよねでそう考えていったら結局その立憲のやっぱり姿勢で代表のやっぱり姿勢が一番良くなかっただからそれによって受け皿になりえなかったっていうことでやって共産党と連携したから負けたんじゃないんですよ共産と連携しなければもっと負けてるんですよ でそれをあの受け止められるこういい議員さんもたくさん熱い議員さんもいるんですよ。いるにもかかわらず党首がそれだったから。でもその党首が辞めたらきっといい人たちが出てきてと思ったらなんかまたね、えー、あの共産党の見直すとか、えー、なんだあの連連合となんか仲良くしたいみたいなことを言ってる人ばっかり出ていやこれ枝の二世かよっていうねいう人ばっかり出てきて,れれて,、ね、て,きてでえっ、ー、と思ってたんですよ。 で、僕が辞めるときにね、結構うそういうブログとかで、あの、まあ、エラーの批判書いたんですよ。今言ったようなことだこの人が、えー、やっぱり問題だから負けたんだ。って言ったらね、なんかね、ネトウヨから結構ね、あの、失礼だろうとかね、なんだ,んだとかね、熱く応援してる人もいるんだとかってね、なんか、なんかわけわかんないね。えー、あなたのことは存じ上げませんでしたら 今後もあなたの、えー、ような映画監督の作品を見ることはありませんとか言って,ていやなんでネトウヨが言ってくるの立憲の?」と思ってでよくよく読んだでも立憲の支持者なんですよねでそのあなたの映画とかってそういう誹謗中傷してくるっていうのはネトウに多いんですよもう僕とかねそういう有名人僕有名人じゃないですよ <laughs> 批判するときに、ね、あなたのことはご存じ上げませんでしたとかってまずバカにして貶めてでその人の作品とかねなんかそういうのが 有名作品ないだろうみたいなことをなんかあの批判してくるやつが多いんですよ。で、その後では大体もうネットウヨしかしないのに、それを立憲のね、支持者が同じような手で寄ってくるっていう。で、もそもそもネットウヨの人たちっていうのはすごく視野が狭くて、なんかすごい思い込みがあってっていう風なところですよね。だから多分、立憲のその一部とは思いますよ。一部のその支持者やっぱりそういう人たちがいて、 でまたその議員たちも結局あの代表だけが問題だったんじゃなくて似たようなやっぱりあっちこっちにこう何て言うかなあの連合とは仲良くして、まあ、頑張って政権取らなくてもいいよなうちら第一党だもんなみたいな同じような考えをしている人もたくさんいるんじゃないのかなという。だから次の候補者がみんな似たり寄ったりで で、今度決まった人なんて言うとしたか、あんなの忘れたけど、で、その人だって、えっ、ー、と、えー、新聞にいきなり出てたのは、共産党の連携見直しって書いてね、いや、バカじゃねえのっていうね。だから、それは、その握手されると困るからっていう敵対勢力、その与党勢力が流したプロパガンダですからね。で、それを信じて、えー、やめていこうっていうふうなことを言ってるっていうのも、まんまとハマっている、まんまと誘導されているか。 勝ってはいけないから政権をダッシュして取り返して勝っちゃったらいけない勝つ可能性はあるんですよ立憲みんなと組めばだけど勝っちゃうといけないからそうやって連携をやめて勝てないようにするそれも全代表と発想一緒ですからねみたいなことを言ってるからああこの人もダメだなと思ってね言うのはねだからこれねあのまあ、治の世界で言うとピンと聞きづらいですけれどねあの映画の世界でも一緒なんですよ 例えば、プロデューサーたち、映画会社に所属するプロデューサーたちの多くっていうのは、大ヒットするいい映画撮ろうとか、あの、そういうことよりも、その、じゃあ、そのために何をするかっていうことしないんですよ。で、それよりも、自分の責任を問われない。いや、お前あの映画失敗しただろうって、お前の責任だろうって言ってねあの、責任取れ、クビにするぞとかって言われることが嫌だから、逃げられるように準備しておいて、えー、企画を出すとかね。 であるいはこう癒着していろんなこうプロダクションからお金もらったり、えー、なんか駆け引きがあったり、えー、そういう大手とべったりして,るかしてみんなさんにいい顔をして、えー、それのまとまった企画作るだから観客のこと考えてないんですよで大手の,そのタレント事務所やその、えー、スポンサーなんかにみんないい顔をする企画「これいいですよこれどうぞ」って言ってお客そんなもん求めてないんですよでそういう作品を作るとか いうな映画が大手の先ほどつまらないんですよ。みんなにみんなにというかね、えー、強い人たちにいい顔をするようとするから。だからさっきその政治も一緒で国民のためではなくそういう大きな、えー、組織団体にみんないい顔をしようとしてそれでいて、えー、頑張って大ヒット映画撮るぞとかっていう面白いものを作るんだとかっていうことよりもそっちの方が優先されてしまう。 えー、つまり、えー、いい政治するぞ国民の政治するぞっていうことよりも、えーえー、こちらの団体さんにもあこちらの団体さんにもしてあんまり頑張って勝っち,ちゃったらまずいなみたいないうふうな同じだなと思ってね。 だからちょっと予想としてはその先若いね本当に優秀な方々も熱い方もたくさんいるんでもうだからそういうおかしな人たちともうやる気のない人たちに分かれて第二立憲を作ってでそれとこうもう令和や共産と、えー、連携して次の戦争を戦うっていうね、まあ、そっちしかないなっていう。 だってね重鎮たちにその立憲の後ろの方にねあの前の民主党を崩壊させた責任者とか売り渡したような、ね、ジジジジじないさんじいさんなんかあのさんとかいるじゃないですかみたいなことにねあってだからそういう人たちってやっぱり、うん、やっていけないと思うんですよね。 というところでね、まあ、期待もしてますが、もうなんかすごい失望もしてるし、あ,あの代表だけじゃなかったので、そんな連中がたくさんいたのでね、みたいなことを勝手なことを私はいろいろ思 <laughs> っております。はい、またではこんな話もしますね。